おはようございます。阿部義俊です。今回はちょっともうすでにバラバラにしてしまいましたが、中古でパイロットのキャップレスデシモを買いました。ずっと気になっていた万年筆で、まあ一番の特徴はもうバラバラにしちゃったんで、ちょっと実物で説明しづらいんですけど、ノック式の万年筆で、ちょっと戻すか、よいしょ、ノック式の万年筆で、こうですね。その非常に何でしょうね、その特徴的な形をしていて、まあ、一番の特徴はそのクリップがペンが出る側にあるという。ここをノックすると、あ、今ちょっとこれが入ってないんでかっこ悪い。そのこれがちゃんと入ってないとダメなのか。という感じでノックするとペン先が出るという、そのノック式の万年筆です。通常の万年筆はそのもちろんキャップ式になっていて、キャップを取るとそのかけるようになると。で、これは今キャップパチッとはめる式ですけど、環合式っていうんだっけ。多くの万年筆はそのここをくるくる回して、ペン先を出すんで、そのちょっと急いで書きたい時とかにこうワンアクション必要だったり、出したキャップを例えばこうお尻の方にキャップポストしたりして、と一手間かかるわけですよね。でこれはそのそういう手間がない、そのボールペンとかと同じようにノックしたらもうすぐ書けると。書き終わったらこうすればすぐしまわれると。でここにちゃんとその蓋がされていて、気密性が保たれてるんで、ペン先が乾いちゃうってこともまあ一応はないと。そういう感じでその手軽な万年筆と。で僕はその手軽部分に惹かれたっていうよりは、これ要するにこの中からこうカチャッと出さなきゃいけないんで、ペン先が通常の、こっち側で見せたらいいか、ペン先が通常の万年筆よりもものすごく小さいとか細いんですね。でこの細いおかげでその線自体もちょっと細めに引けたりとか、なんでしょうね、その細かい線が描けるというか、僕のこの細い線が、細い線が描きたいマンとしてはちょっと見逃せない製品だぞということで買ってみました。でなんかね、キャップレスはなんかもう製品が初めて発売されてから60年って言ったから、なんかすごい歴史のあるなんかシリーズで、昔からあったんですね。そのでそのものすごいたくさんの種類、キャップレスとかキャップレスこのデシモとか、なんか木軸のものとか LS ラグジュアリーなんとかっていうシリーズとか、たくさんのシリーズがあって、それぞれにまたそのこのカラーはこの太さしかないみたいな、いろんなものがあって、で自分が調べた中では、キャップレスデシモのこの黒とか赤とか、あと水色とかだったかな、なんか藤色か、なんか何色かだけ固め18金極細ペン先っていうなんかものがあって、それが通常の極細と何が違うのかがちょっとよくわからない、調べてもわかんなくて、パイロットのサイトとか見たんだけどよくわからなくて、でも普通の極細よりもさらに細いというレビューをいくつか見つけて、そうなのかと思って、まあそのあたりが自分の中ではその買う一番の動機かなになりました。で買ってみて、まあ、相変わらずキングダムノートさんはその通常1万6000円ぐらいのもので、 Amazon とか楽天とかで一番安いのを探すと1万3000円前後ぐらいのものまであるんですけど、これはポイントとかもろもろついて8000円切るぐらいで買いました。多分すごい、なかなか中古でも出回らないし、出回っても実売価格と変わらないような値段のものが多い中で非常に安かったです。で安く買ったにもかかわらず、相変わらずなんかキングダムノート株が自分の中ですぐ上がってますけど、まだ使ってないんで、ちょっと使ってみて評価変わるかもしれないですけど、今のところ見た限りでは本当に新品と全く変わらないぐらい綺麗になっていて、あと個人的に好きなのはキングダムノートさんで買うと、この薄いなんか不織布みたいな布のケースが入ってきて、僕はこれが自分の筆箱に入れるのにぴったりなんで、なんかこれが好きなんですよ。そんなこともあってついついキングダムノートで買っちゃうんですけど、というわけでインクを入れてみようと思います。インクはパワーショット V10、 なんかこういう時いいかもな、なんかここで見せられて、黒を楽しむ6色インクみたいな、そのカラーインクのシリーズの中の、クジャクというインクにしてみます。インク瓶で見た限りでは真っ黒に見えたけど、結構青みのある色でした。そして早速手を汚している。で、コンバーターが400円ぐらいで、ヨドバシとかで売られていて、それじゃなければこの専用なのかな、どうなのかな、カートリッジで、運用することになりそうです。あ、なんか俺こいつに
インクを入れてここにギュッと刺せばいいのかと思ったけど、これは多分インクを入れない時に持ち歩く用にコンバーターを買わないとダメかも。こいつに今本当はやりたかったのはシリンジでチューとこいつのインクを吸ってここに入れてこれをギュッと刺せば使えるんだと思ったんですよ。でもなんか使えそうな気もするんだけど、もしかするとこれはただのスペーサーで、なんでそう思ったのかっていうと、あまりにもガボガボなんですよ。そのなんていうの、普通パイロットのちょっとインクの規格が分かんないけど、細くなってる部分がないとなんていうかな、絶対インク漏れちゃうと思うんで、これは何か違うぞという気がしてきました。ちょっと待って、パイロットのカートリッジ1個ぐらいあっさり出てきましたけど、何故に俺はパイロットのカートリッジを買ってたのかよくわからないけど、とりあえずあったので、こいつのここを見てカパカパだったら、あっ、カパカパだ、ガバガバじゃないですか。え、いいのかな、これ形同じだから。じゃあどうだろうな、こいつでここをその中に入ってプッサしてインクが出てくるんだったら、あ、でも内側に当然これインクが、要するにこのインクが溢れてこないように当たり前ですけど、蓋というかなんかプラスチックのパーツで蓋がされていて、ここに刺すと中の何かとんがったパーツでそのインクのとこに穴が開いてじわーってインクが染みていくんだと思うんですよね。それがまあ黒でいいか、ちょっと黒で使ってみてコンバーター来たらまた考えましょう、うん、じゃあ黒を刺します。これで要するにインクがまだ入ってるのに、なんかの都合でこいつを抜くことがあるかもしれないじゃないですか。抜いた時にダバーッといっちゃいそうな気がしますけどね。こんなに要するにこいつの中がこんな風に何にも突っかかりがなくカパカパだったらね、この完全に穴だったらまあいいか。ちょっと今回は書き味のテストってことで、なんか好みのインクを入れるっていう話はまた今度やります。紙を用意したり何か一通り段取りを組んで全部やってから取り始めなきゃダメですね。いけねいけね、これを刺してでこれを刺して、そしてここに出っ張りがあるんでこうと。で自分の中ではこのキャップレスの他にそのエンドレスっていうメーカーが、海外のメーカーが出したクリエイターっていう万年筆があって、文禄チャンネルの文禄さんが紹介してるのを見てなんか欲しくなって買っちゃったんですけど、価格的にはこいつが1万6000円ぐらい、クリエイターが5800円だったかな。ちょっと出すか。要するにこいつが僕が買った初めてのノック式の万年筆で、また逆、また間違えちゃった。こっちがキャップ、クリップなんで、ついここを押したくなるじゃないですか。この見た目的に。逆ですね。こっちですね。大きさ的にも割と似ていて、その2つ並べると、デザインの路線はまあ全然違うんですけど、まあ機構がね、そのどうしてもこうならざるを得ないんで、エンドレスのクリエイターっていうマネージの方も細い、ペン先で、あ、むしろクリエイターの方が細いペン先かも。こいつはでもね、使ってみて分かったんだけど、これも、ちょっと待って、これはちょっとインクの相性とかもあるかもしれないんで、分かんないんですけど、インクが乾きやすいです。この気密性が、クリエイターに関しては完璧じゃないみたいで、1日置いて使おうとすると、詰まっちゃってるみたいなことが割と頻繁にあります。ただ呼び水ちょっとやってあげるとすぐ復活するんで、まあでも呼び水をね、僕はもう観念して呼び水を持ち歩いてますけど、呼び水を持ち歩く人もそうはいないと思うんでね、うん、これはだから今ちょっと話がそれるけど、これなんていう手流って言ったかな、よいしょ、そう、手流っていう、デスクマットです。以前にトラベラーズノート、話横行っちゃうけど、トラベラーズノートとか机に置くときに後ろに金属のパーツがあってカチカチ言うっていうこと言ったら、こんなやつどうですかって言ってクラファンでちょうどやっていた、すごくマットな質感と硬い普通の下敷きと2種類使えて、開けばここに英語の紙が挟めたりして、うーんというなかなか、便利なその下敷きですね。またこっち押そうとした。
なんか、下敷きの柔らかさとかでも線質がちょっと変わりますよね。今ちょっと待って、これはエンドレスのペン先で、さてこいつが、まあエンドレスの話をちょっとすると、今ちょっとだからその乾きやすいっていうところで自分の中ではそのうって思ってますけど、書き味自体はこれすげえいいんですよ。その自分が持ってる極細のペン先の中でも割と突出して細い、細くて、一回インクが出ちゃえばすごい途切れずに滑らかに書けて、なんかねいいんですよ。惜しい惜しいっていうところで、まあちょっとキャップレス、そういえばキャップレスって感じで、キャップレスどうなんだろうなって思い始めてたところに、ちょうどだからそのウルトラ安い中古があったんで買ってしまったんですけど、温度上昇のために、忙しい動画だなこれ。わあ、結構熱々になってんな今回は、熱々になってましたね。そうか、なかなか出ない。また話をあっちこっち行っちゃうけど、パワーショット V10 は 4K だとやっぱ12、3分しか撮れなくって、ただ、HD にすればむしろ 60fps で、その温度を気にせずに無限に電池続く限り撮れるようになるんで、で USB で給電しながらだと実質メモリカードいっぱいまで、動画撮れるみたいなんで、今その 4K で最初撮りましたけど、ちょっとここから HD にして、ちょっと動画の中でまた何のレビューの動画だよってなっちゃうけど、パワーショットの、4K と HD のその画質の違いみたいなものをちょっと比べる動画になってるといいな。インクを入れたものの、そうですよね、そんな簡単にすぐは出ないよな。ちょっと万年筆もなんかインク入れてすぐ出るやつと時間かかるやつありますよね。重さ的にはデシモの方がちょっと重いかな。キャップレスデシモはノック音がなかなかしますね。それに比べるとこっちの方がちょっとボディがその樹脂素材だからなのか、まあちょっと擦るような音はするけど、比較的静かかもしれないです。キャップレスデシモも、いや、このパチッと音はどうしても抑えられないか。まあ図書館などで使うときはちょっと注意かな。今まだインク出ないんでわかんないですけど、ペン先は固めって言ってるけど、結構軽くしなりますね。なんかどんな感じの線になるのかな。で、こっちにデシモに比べるとエンドレスのクリエイターの方がペン先はしならないかな。だから細いんですかね。なんか極細の、ペン先とか海外ではほとんど日本よりも太いし、その日本でもプラチナだけが超極細か、なんかウルトラエクストラファインとかのペン先を出していて、自分としてはだからそのもしこういうふうにペン先をコンパクトにすることで細い線が引きやすくなるんだったら、その見た目が物足りなくなっちゃうかもしれないけど、こういう細いとか小さいペン先の万年筆っていうのを別にこのノック式じゃなくてもむしろ出してほしいですね。それで細い線が滑らかに引けるんだったら全然いいと思うんですけどね。インク出ないな。というわけでキャップレスデシモのインクがやっと通りました。で、今、このちょこちょこっとこの書いてみましたけど、ですね、かなり細いなと思っていたこのエンドレスのそのクリエイターの線よりもちょっとまだインクのフローが渋いからっていうのもあるのかもしれないですけど、さらに一段細い線が引けている気がします。これ、エンドレスのこのクリエイターもすでに、なんで僕が持ってる万年筆の中ではかなり細い線が引ける、万年筆だったんですけど、それよりもさらに細いってことで、これは、で、そうですね、筆圧で微妙に太さ変わりますけど、
それを指しておいても、まずはあの細い線が引けるなっていうのが多分あのなんていうかな、あの僕はだからその細い線を引くことに興味があるんでそこに目が行きますけど、でも普通の人がこの万年筆を使って最初に思うのは、やっぱり線が細いなっていうことだと思うぐらい、なんていうかな、あの細い線が引ける万年筆ですね。逆さまにするとどうだろう。逆さまでもあんまり変わんないぐらいか。ちなみに手持ちの万年筆で一番細いと思われる、そうですね、そのああなるほどな、あのプラチナのその超極細はさらにあともう一段というかもう半段ぐらい細い線が引きますね。でこれはそのちょっとあのなんだろうな、中古品をちょっと手入れしながら使っているんで、その新品とはかなり書き味違う可能性もありますけど、これがモンブランのマイスタースティック146の、極細字で、これはそうですね、この今言ったそのエンドレスとかキャップレスデシモとかと比較すると、あのかなり太いですね。あ、それでもエンドレスよりもちょっと太いかなぐらいか。書き味はやっぱどれもそれぞれに違って、キャップレスデシモの書き味は、字が汚いのをなんとかしなきゃな、本当に。結構紙をガリガリと引っかく感じの、その、硬い書き味ですね。これで言うと、なんか、やっぱ細いからなんでしょうね。かなり引っかかりが強い、プラチナの超極細と比較しても、引っかかりが強いなって感じるぐらい、こっちのがそうだな、今書いてる分には。これまた中古なんでね。ちょっと違うのかもしれないけど、でも、何か、劣化してる感じは、この書いた感じ全然しないので、これが本来的な書き味だと思うんですけど、かなり、やっぱり、紙を引っかく感じですね。特に、この、これ、左下から右上に線を上げるように書くときとかに、かなり紙をこう、ガリッと、感じがありますね。上から下に引くときは滑らかなんですけど、どうだろうな、この辺りちょっと新品だとちょっと違うのかもしれないですね。今こうやって丸を引いてても、この丸を引くときの右左下から右上に上がるときだけ明らかに紙をちょっと引く感じがあるんですよね。これちょっと後で目の細かいそのラッピングフィルムみたいなやつで少し削ってみるかな。音も違いますね。その上から下に線を引くときには結構滑らかでつるっとした音なんだけど、ね、別にこっち故意に筆圧を強くして音を強く出してるわけじゃないですけど、左下から右上に上げるときに結構強くガリガリっていう音がしますね。書き味が悪いわけではないけど、でもそうだな、今ちょっとこの下手くそな字を今ここで東で書きましたけど、いつも以上に下手くそになってるのは筆圧が、これは、ちょっと調節しないとダメかも。なるほどな。中古。これ中古だからかもしれないですね。要するに、こうやって書いてる時の滑らかさと、この、左から右に線を引く時の、線を引くために必要な力がちょっと違うんですよ。だから、この左から右に行く時だけ、抵抗が強いんで、これは調節、何か調整をかけないと、ダメかもしれないです、左から右に線を引くときに、右から左に線を引くときよりも、こっち側の方が力がいるんで、なんか、この一筆目になんか余計に力を入れないと、いけないせいで、出だしでちょっとつまずくというか、要するにこの左から右に線を引こうとするときにおりょっとなるんで。で、インクのフローが今、だんだん線引いてたら良くなってきてみると、それでも、そうだな、太さ的には最初に言った通り、そのエンドレスよりも、さらに、あとちょっとだけ細く引けるけど、プラチナの、僕の持ってる万年筆で一番細いプラチナの、超極細よりはちょっと太いかな、ぐらいです。書き味、万年筆、もう書き味が全てというかなんか、
かなり重要な要素であるので、書き味気にしないんだったらそれこ そ, そのボールペンでもいいわけでね。そのこのジャリジャリ感はちょっとあまり好きじゃないな、これはちょっと調整してなんとかなるかどうかをちょっと見てみようと思います、うん、そのあとはだからそのこの、間違えたこっちだ、エンドレスのクリエイターと比較して、あそうですね、なるほどな、だからこのキャップレスデシモのこのペン先をちっちゃくしてるっていうのはやっぱり収納した時のこの面積が大きければ大きいほど、どんなに気密性を高くしてもどうしてもその空気と触れる時間が、こっち側と見せた、触れる空気の量がその増えてしまうじゃないですか、ここがでかくなればなること。なので発売時期で考えたらこのエンドレスっていうのは新しい企業なのかな、なんかエンドレスの方が新しいんだけども、やっぱりなんかそのキャップレスデシモンのこの全体のこのコンパクトさはなんかすごいですね。ペン先だけを見ると逆にこのエンドレスのクリエイターの方がさらに小さいかもしれないっていうぐらいちっちゃいんですけど、というわけで、うん、このキャップ収納するところのここを小さくするということに関しては何日か使わないと分かんないけど、うん、あんまりこいつをそのキャップ閉めて置いておいて乾いちゃったみたいな話は聞かないんで、まあよくできている万年筆だけど、今のところ書き味的にちょっと引っかかりが、この引っかかりをうまく解消することができたら、自分の中ではかなり安定して細い線も引ける万年筆ということで重宝しそうです。あとはそのキャップ式っていうのも面白いですし、うん、でこの見るからに多分気になる人は気になると思うんだけど、そのクリップがこっち側にあるのはどうなのっていうことに関しては、個人的にはこいつでも十分に慣れてたんで、今全く気にならないですね。そしてむしろ万年筆ってペンが綺麗に上を向いててくれないと、こっちに傾いたりこっちに傾いたりすると線が引けないことがあるんで、これもやっぱり右に傾けるとちょっとかすれますよね。うん、左に傾ける分にはちょっと割と大丈夫だけど、うん、というわけで上に向けてなきゃいけないんだけど、こいつがあるせいでその常にペンを上に向けるような持ち方に自動的になるんで、そこはいいかもしれない、うん、なんでだろう、なぜこっち側に引いた時にこんなにもザラつくんだろうということでした。というわけで今のところ、なるほど。いつも中古を買って書き味で打ってなる。この、マイスターシティックの146なんかもそうですけど、こいつも相当苦しみましたからね。そう。これ、なんか、この間、調整して、だいぶ書けるようになったんだけど、その後もやっぱり、このペンを置いた時に、この2つの切り割り同士が擦れ合って、ジャリッジャリッっていう音を立ててしまって、それがすごい、金属のジャリジャリいう感触って嫌じゃないですか。それが鳴ってしまうんですごい嫌だったんですけど、その後もうちょっとだけ、ラッピングフィルムで切り割りの中の、なんていうかな、インクの塊を取るというか、ちょっとこするようなことをしてみたら、だいぶ良くなりました。紙が、これトモエリバーだと思うんだけど、ちょっと思ったよりもなんか滲むような気がするな。この下敷きのせいなのかな。まあ、ということでした。ちょっとペン先のこの調整をかけてみて、また書き味を見てみようかなと思います。今その準備段階ぐらいのやるか、こいつをだからインク入ってる状態でこいつを引っこ抜いた時にどうなるのかがすっごい気になる。いろんなものをよく取って、よく取って、よいしょ、ドボッと取った時にパイロットも、でもこのカートリッジを抜いたときにここがどうなってるんだろうな。これここ傾けたらインク出てきちゃう？あっと出た。ちょっと肩ひっくり返したぐらいでは出ないけど、やっぱりこう下にコンコンやったらドボッといくぐらいにはやっぱりそうなのね。わかりました。インクもったいないな。こいつはしまった。これを立てておく場所をどうか用意しておけばよかった。ここに横にして置いときゃいいか。転がんなければ。うん、ちょっとこれを洗って、
ペン先をちょっとなんか、このガリガリを減らすような努力をしてみようかなと思います。じゃあちょっとこれが正しいやり方なのか自信がないですが、ラッピングフィルムで自分が気になる筆記角度に合わせて、軽く擦ってあげる。ガリガリ言うな。これが正しいのか、なんかペン先を痛めないといいけどな。ペンポイントがもう実は結構使い込まれて削れちゃってるみたいなことなのかな。あ、ちょっと滑らかになってきてる気がする。いや、あんまり変わんないな。このペン先で思うのはやっぱ小さなペン先なんで、なんていうかな、ある程度ペン先がっていうかペンのこの形、ニブの形自体が大きくて、この縦に引く時と横に引く時で筆記抵抗みたいなものがあんまり変わらないように、つまりこの抵抗感がこの縦に引くときと横に引くときで同じぐらいにするためには、ある程度ペンポイントの大き、ニブ自体の大きさが必要で、こいつはだからそれがギリギリできないぐらいコンパクトにしちゃってるんで、この縦に引くときの滑らかさと、滑らかだもんね、横に引くときのこのガリガリ感がちょっと違うっていうことで、これはちょっとこのラッピングフィルムでちょいと擦った程度では、特にこれ1万5000番ってすごい目の細かいやつなんで、仕上げに使うような、あんまりやってペインポイントを摩耗させちゃってもダメだしね。こんなもんか。あんまりできないな。なんかそうか、あんまり初心者がやることじゃないかもしれないけど、ちょっとあんまり変わってないかな。少し、気になる角度に向けて。あ、だいぶ変わった。へえ。うわ、なんかこれにはまりそうだな。ペン研ぎに。なんとも。やっぱりちょっとガリガリ言うし、縦に引くよりも横に書く時の方が若干太くなり気味なんだけど、でもちょっとキムワイプで拭いた方がいいな。金属の粉が出てるかもしれないしね。あ、でも最初にの状態よりも抵抗感は落ちましたね。滑らかになりましたね、少し。今度はこの右上から左下、この逆よりもむしろこっちの方が滑らかに、難しいな。でもまあこのぐらいで十分か。よしよし、やってみたら割と調整できました。これが今正しい方法なのかどうか自信がないですけど、とりあえず滑らかになってる。よかった。じゃあこれ今正しいかどうか分かんないけど滑らかになりました。そして線自体もそれによって例えば線が太くなっちゃうみたいなこともとりあえずはなさそうだし、いいんじゃないでしょうか。あ、良くなった。これでちょっとインクのフローがどん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 良くなってきてるんで、その意味でちょっと線が太くなってきてるけど、これは多分最初に書いた線に比べて明らかにインクの出がいいんでね。おっと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 。どの方向に引いてもかすれることもないし、ちょっとこのそれでもやっぱペン先がちっちゃいんで抵抗感のある書き味ではあるんですけど、とりあえず最初に感じたような、その左下から右上に上げるときに明らかに紙をガリガリ引っかくような、ちょっと癖のある書き味は今少し直りました。よかったです。
でそれと比べるとだから乾いちゃうっていう欠点はあるけど、こいつはペン先がめちゃくちゃいいですね。そのそういう意味ではあのこの小さいペン先で細くかけて、どの方向でもまんべんなく、かけて、もしかするとだからそのキャップレスデシモも新品買ったらそうなのかもしれないですけどね。うん、で風呂が安定してインクがしっかり出るようになると、太さ的にはこいつとこいつはほとんど変わらないかもしれないです。インクのちょっと色が違うんで、あの比較が難しいですけど、ということでした。キャップレスデシモのレビューとも何とも言えない中古を買うとまたこうだよっていう、話でありました。うん、ということです。まあ、とりあえずはそのまあ、あのだいぶお安く買えたってこともあるし、うん、あの期待していた通りに、割としっかりとしっかりしつつ細い線が引ける、ペン先で、そこは良かったです。もうちょっと使い込んで改めて感想を言ってみようと思います。とりあえずファーストインプレッションというか、開封しての状態の、感想でした。ありがとうございました。ではでは。